中川先生の優しいビジネス研究。今昆虫食というものをめぐって大変な騒動が起こっております。まあ、未来を開く食材ということでちょっと前から注目されていた昆虫食なんですけども、それが実際に学校給食やいろんな企業として普及を始め出すと、それに対する反発が今激しく起こっております。皆様におかれましては、この昆虫食というもの、これから普及するのかどうなのか非常に興味深いところなんじゃないかと思いますが、こうした問題を考えるときの定番決定手法、シナリオプランニングというものを使って検討していきたいと思います。今日は皆さんにこのシナリオプランニングの手法を学び、使えるようになってもらいながら、昆虫食ビジネスがどうなるのか、その未来を占っていきたいと思います。まあ、騒動の発端というものをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、そもそもこの昆虫食というのは数年前から未来の食材だということで、日本中の大学発ベンチャーなどがチャレンジしていた領域だったんですね。そんな中でも最も成功したのが徳島大学発のグリラスさんでして、無印良品などにこのコオロギせんべいなどを出荷しているわけなんですけれども、こちらの会社はすでに累計5億円を調達し、もう生産が追いつかないということで、生産能力を今どんどん増強しておりまして、日本中にこの昆虫食というものは少しずつ広まりを見せているというところにあるわけです。しかし一方で、昆虫を食べるということに対して生理的に受け付けないという方がたくさんいらっしゃるのも事実なんですね。2023年2月末から3月頃にかけては、昆虫食というものをめぐって、まあ今現在進行形ですけれども、学校給食や食品会社、はたまた小売企業などで不買運動が起こったりですとか、反発から株価が下がるなどの形で、この昆虫食をやってるという会社に対する批判、バッシングみたいなことも起こっていたりするわけなんですよ。そして実際のところ、もろもろの社会調査からは、日本人の、まあ、はたまた日本人だけじゃないんですけども、昆虫を食べるということに対して、かなり抵抗感があるということが明らかになっています。こちら2023年1月に、ホットペッパーグルメ外食総研が行った調査の中でも、実に9割もの方が、昆虫食にはちょっと抵抗があるなと思っているということがわかりまして、しかも絶対に避けるの割合も 62% に達していると、そのような結果が出ております。というわけで、産業界では大注目の昆虫食ですけども、社会的には昆虫食ちょっと勘弁してくれよというマインドがある。そういう状況にあって、昆虫食来ると思いますか？来るかどうかを分析する、そういう時に使える経営学の決定版手法が、シナリオプランニングというものです。正直非常に便利かつ使いやすい手法なので、今日は皆さんにこのシナリオプランニングを使えるようになっていただきながら、これを使っていくと昆虫食の未来がちょっと見えてくるということで、一緒にやっていきましょう。シナリオプランニングは通常ペスト分析という分析手法とセットにして使われることが多いんですけども、ペスト分析、まあペスト分析どうものか知りたい方はですね、私の動画シリーズの中にあるのでぜひご覧いただければなんですが、このペスト分析というのは、ポリシー、エコノミー、ソサエティ、テクノロジー、まあこの4つが大きな社会をドライブする要因であるとして、この4つの要因がある産業をめぐってどういうふうにこれから変わっていくのか、思いつくことをもう自由に書いてみましょうと、そういう手法なんですね。もちろんその後ではファクトで裏付けを取っていく必要がありますけれども、まあこの4つの観点から世界の食ビジネスをめぐってこれから何が起こるんかなみたいなことを考えてみましょうという枠組みです。で、例えばこれを使いまして、そう、食ビジネスについて分析してみた結果、例えばこんな感じ。まあ、世界の食ということを見ていくなら、第一にはポリシーとしてはどういうことが起こるか、政策ではどういうことが起こるかというと、各国が食料自給率の改善ということに政策的な舵を切るはずだと。また食料の確保をしっかりするために貿易協定などを結んでいって食料やエネルギーの安定供給を確保しよう、このような動きが世界的に起こってくるはずだと、そう考えられるわけですね。まあこんな調子で他の3要因も分析しているのがペスト分析なんですけども、エコノミーという側面を見ていきますと、個人において、そしてひいては社会全体において食費が増大していくだろうということが検討つくわけなんですね。またこれからの食糧難の時代に向かって食品ベンチャーみたいな会社もたくさん増えてくるでしょうし、それを後押しするような金融経済も発達してくるだろうと、こういうふうに考えられます。
一方、ソサエティ、こちらを見てまいりますと、昆虫食という新食材をめぐって、あれを食べていいのか食べちゃダメなのか、これからいろんな食材が登場するたびに、その是非の騒動ということが起こるはずです。これは食べていいものだ。これは食べたくない。食べちゃダメだ。毎度この議論が起こってくるはずです。そしてテクノロジーの側面で言えば、新食品や加工法がどん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 発達していくほか、物流の改善を通じて日本全国、世界全土、つつ裏々まで食品が届けられるようなテクノロジーが今後発達していく。まあ、こんな感じに見通しが立てられるはずです。で、シナリオプランニングというのは、ここからベスト分析で見えてきた、これから食をめぐって起こっていく、昆虫食というものをめぐって未来に起こっていく事象の中から、特に昆虫食の普及においてインパクトの大きいものと小さいものに分けていくわけです。先ほど挙げた要因のうちで、特に経営陣として重視しなきゃいけない経営上のインパクトが大きいものって何なのか、まあ、やってみた結果はこんな感じ。まあ、やはりインパクトの大きいものとしては、その新食材が受け入れられるのか否なのか、不買運動が起こるのか、積極的推進派が現れるのか、この新食材をめぐる是非の騒動というもののインパクトは非常に大きいはずです。また貿易協定が強化されて、海外から安価な小麦が入ってきたりですとか、牛肉が入ってくるようになったら、別に昆虫食いらないじゃんとなってしまうので、貿易協定の強化というものも非常にこの昆虫食ビジネスにとってインパクトが大きいものになるはずでしょう。まあそんな風に考えていくわけですね。自給率改善策というのを政府が打ち出すと、その政府予算の一端が昆虫食にも流れてくるかもしれないので、これは後押しになるよね。はたまた、昆虫食以外の新食材や新加工法が登場してくると、昆虫食がチャンスが失われてしまうかもしれないので、この新食材の発展動向っていうのもちゃんとチェックしておかなきゃいけない、非常にインパクトの大きい要因だということになるです。一方、インパクトの小さいものとしては、まあ物流が改善することで商売は上手になるでしょうけれども、そんなに経営上決定的なリスクになる要因とかではないので、物流の改善良かったですねという感じかなと思います。また食品をめぐる金融経済の活性化や食料ベンチャー、そりゃ新しい競合が出てきたりですとか、はたまたお金が調達しやすくなりますけれども、そこまで指して大きくはビジネスをやっていく上でのインパクトはないはずだと考えられるわけです。はたまた国民の食費が増大していく、そりゃビジネス上はオポチュニティ、チャンスなんですけれども、これが経営上のリスクとして重くのしかかってくるってことはないなということで言うと、この下に挙げたような要素はそこまで重視しておかなくても経営上は問題ないのではないかと、こう考えられるわけです。そして次のステップは、これらの未来に起こりうる要素のうちで確実に起こるだろうと思われるものと、これは未来が読めないね、どっちに転ぶとも読めないねという不確実性の高いものとに分けていくわけなんです。要するにこの未来が読みにくいものこそがビジネス上の大変重要なキーファクターになってくる、リスク要因になってくるわけで、それを特定する上で続いては不確実性の大小、確実に何が起こるか分かるものと、それが予測がつかないものに分けるわけです。それをやってみた結果はこんな感じ。というわけで、この4証言に区別されてきましたけれども、まあ、インパクトが大きいもので、しかも不確実性が高いことということで言うと、結局この新食材が受け入れられるのかどうか、是非の騒動がどっちに転ぶとも本当にわからないというわけで、まさにこれが胃の一番、トップバッターに上がってくるわけですね。そして第2には、このコオロギですとか昆虫食以外の形で代替食品とか代替加工法が見つかりましたってなったら、そもそももう昆虫食なんてやんなくてもいいってことになるかもしれないので、この新食材や新加工法の開発というのは大きなリスク要因だということになるわけです。一方、インパクトが大きくても貿易協定の強化とか、まあ本当インパクトはでかいんです。諸外国から安く食料品が入ってくると、国内の食品ベンチャーがやっていけなくなる可能性は高いんですけれども、なのでインパクトは高いけれども、もう避けがたく起こることですよね。絶対に貿易協定の強化だとか自給率の改善策みたいなのは政府は実施するわけなので、これらのことはもう経営策に織り込んでいかなきゃいけないんです。絶対に起こるでしょうということで織り込んで経営策を立てていく。
で、まあ、インパクトの小さいものについても同様にやっていくわけですね。インパクトの小さいものについても、それでもどっちに転ぶか不確実性が高いなってものは、ちゃんとどっちに転ぶのか、日々モニタリング、チェックをしておきましょうというもの。で、インパクトも小さく確実に起こるだろうなということは、まあ、織り込んでおくわけなんですけども、そこまで経営陣として重視しておかなくてもいいと、こういうふうになるわけです。さて、そんなわけで私たちはインパクトも大きく、どっちに転ぶともわからない不確実性の高い重要な環境要因というものをピックアップすることができました。昆虫食をめぐっては、結局この今起こっている騒動がどっちに転ぶのか読めませんねというのが自然な立場なわけですね。経営陣としては両方に転んだとして、どっちに転んでもうまくいくように対応しておくのが経営陣の務めということになるわけです。そしてまたもう一つ、昆虫以外の代替食品の開発、これだってどっちに転ぶともわからないわけで、どっちに転んだとしても備えておくのが経営陣としてやるべきこととなるわけですから、この二つの要因で二軸でもって、どっちに転ぶのかで四通りの未来を描いておき、それぞれに対応しておけば、経営者としてはこの先の未来に十分な備えができたということになるわけです。もちろん消費者、社会の側としても、これから未来がどういう方向に行くのか、それをはっきり理解することができるわけです。図案化すると、まあこんな感じでしょうかね。昆虫食が社会に受け入れられるか受け入れられないか、代替食材が見つかるか見つからないのか、この4証言でこれから先の未来がどうなるのか。一つの未来としては、昆虫食が社会的に受け入れられ、そして昆虫に代わる別の食材が見つからないと、まあ昆虫食ベンチャーをやっていたり、そこに投資している人にとっては最も嬉しい未来なわけですけども、昆虫食が人類の未来を開きますと、昆虫へ食料問題が解決、その中心に我が社がおりました。なんならこの昆虫は宇宙でも育つので、宇宙でのタンパク源としても昆虫食ぜひ使ってくださいという形で、昆虫が人類の未来を開いていく、それが一つ起こりうる未来なわけです。一般消費者、一般人としても、なるほど、これが4分の1ぐらいの確率で起こりうる未来なんだなということで、知っておく、理解しておくことってのは大切になってくるはずです。また一方で、昆虫食が社会に受け入れられない場合もありますね。しかし昆虫に代わる別の食材が見つからなかったら、どういう未来が待ち受けているのか、右下になるわけですけれども、昆虫食を受け入れられる地域というのは食料問題が起こらないとして、残った食材、牛肉、鶏肉、豚肉などをめぐって世界的な紛争や獲得競争みたいなことが起こってくる。そして取りっぱぐれたところでは飢餓が起こるという形で、世界的に既存食料品をめぐる紛争や飢餓、そうしたものが起こってくると考えられるわけです。昆虫を受け入れなかった場合には、このような結構悲惨な人類同士で争わなければいけない未来、しかしこれも起こりうる未来として想定されるわけです。じゃあ続いては左上に行ってみましょうか。昆虫が社会的に受け入れられたとして、昆虫に代わる別の食材が見つかってしまったとき、どういうことが起こるかといえば、なんならこれが実は一番理想郷かもしれませんが、昆虫でもいいですと、また別の食品でもいいです、もうあなたが好きなものを好きに食べましょうということで、食料問題は解決しました、もう人類にはいろんな、これまでいないような食品が並びますという形で、好きなものを好きに食べれる豊かな食社会ということで、ある種の理想的な状態がここかもしれません。そして最後にもう一つ、左下になりますけれども、昆虫食が社会に受け入れられず、しかし幸いなことに別の食材が見つかったならば、その昆虫以外の食材で食糧難が解決される、人類としてはこれでも OK、 まあ昆虫食ベンチャーをやってるところとしては、これが一番困難な未来だということになるわけです。それぞれこの結果を目の当たりにしてみまして、消費者なのか経営者なのか当事者なのかどうかによって判断は変わってくると思いますが、皆さんなりの立場でこの結果をどう吟味するか考えてみてください。皆さんだったら、皆さんにとってはどの未来が望ましいでしょうか。そして皆さんの立場でできることとして、その未来を実現するためにどういう行動が取れるでしょうか。
はたまたそれ以外の未来も起こってしまう可能性が高いのであるとしたら、その時あなたはどのようにその未来に向けて対応対策を取っておくでしょうか。ここから先の答えは皆さんなりなわけですけれども、私としましては昆虫食ベンチャーをやっていたり、はたまたそういったところに投資をしているような会社の立場からは、こういうことが言えるのではないかという話をしておきたいと思います。昆虫食も普及せず、代替の食品も見つからないとしたら、私たちの未来に待っているのは激しい紛争、食料獲得競争の未来という大変痛ましい未来であるとするなら、昆虫食かないしは代替食品の普及ということが人類の未来を開く可能性になるはずです。となりますと、投資会社さんや総合商社さんみたいなところとしましては、代替技術にも昆虫食以外の技術にもしっかりお金を投資しておきつつ、昆虫食を育てるみたいな形になるのかなと思います。また昆虫食ベンチャーをやってる会社さんというのは、もうそこに全部のリソースを投入しているわけですけれども、昆虫以外の代替的な食材というのが見つかってきた時には、ひょっとしたらそちらにもリソースを配分しておくというのが未来の結果を安定させるということにつながるのかもしれないということで、良き社会を目指していくのであれば、代替食材にも十分に投資注視をしておきつつ、昆虫食をやはりしっかり育てておくというのが人類にとっての正解なのかなと思います。